宿題なんかするの？僕、さくらくんのところに来るまでにたくさん勉強したんだよ。それって、もしかしてドクロちゃんが僕の代わりに宿題をしてくれるってこと？ちっがい！本にはちゃんと書いてあるんだから。可愛い女の子に押しかけられた男の子は宿題を忘れて廊下に立たされて0点ばっかりのはずなんだよ。確かにこの手の話って主人公は全然さえない。でしょ？だから僕と一緒に遊ぼうよ。いや、それって原因と結果が逆転してるよ。普通は0点ばっかりだから。じゃあ、さくら君はホワイトね。僕はレッドとグリーンとピンクとブラックと。またゴセロ？ダメだよ、4色のコマで1色のコマと戦うなんてこのゲームって聞いてよ、人の話。ここは現実の世界で漫画とか小説の世界とは違うんだよ。じゃあさくら君ピンクでいいから。どっちにしろ僕1色じゃん。こんなドクロちゃんオリジナルのゲームなんて嫌だよ。やらないよ。宿題よ。そんなところで寝転ばないで。パンツ丸見えになってるから気になって宿題もできないから。なんで？え？そうなんだ。さくらくんはこうすると宿題できないんだ。兄ちゃん、正直に行こうぜ。こういう安直な考えが世の性風俗を乱す。言うこと知るか。ビバ、ビビド。いかん、いかん、いかん。うりゃ。メガ、メガ。シュア、リセ。やだよ。あ。